ゃあ実際見ていきましょうか。はい、この写真からいきましょうか。タムロンマグにも書きましたけども、まあ、真ん中の製造、それから周辺の製造、それぞれしっかり点で撮れることが成形写真では非常に大事な項目になるわけですけども、この値段、それからこのレンズの小型軽量さから考えると非常によくそつなくまとまったレンズだなと思いました。中心像、周辺像、大きく乱れることがなくて全体的に製造が平坦に撮れます。レンズを選ぶときってその周辺だけビヨーンって伸びるそのサジダルコマフレアっていうのが出ると非常に嫌で、こう写真を見たときにですね、だん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 周りに行くにしたかってこうざわざわしてこう同心円状にこう広がっていくっていうような写りをするレンズがすごく嫌がられるんですけど、このレンズに関してはそういった傾向はありませんでした。ボディは α7S2 を使っています。これ私動画用で使っているカメラなんですけども、これでちょっと、説明させていただきます。感度 F2.8 で感度1万で25秒の露出で撮影してます。これは広角端の 17mm の写真になりますね。天の川がこう、まあ、こう立つような天の川が撮れるのが、まあね、夏のシーズンの特徴なんですけども、その天の川に続くような、地面の道を入れて、その横の木をですね、目いっぱい入れることでちょっと窮屈さを出しているというか、そういう手前が窮屈に感じるところから星空っていう開放感が出るような構図で撮りたいなと思って、まあ、こういう風にしました。感度1万ってちょっと明るいんじゃないのって思うと思うんですけど、星空だけじゃなくて手前の風景も映したいじゃないですか。ですから風景が露出が暗だにならないように、星空が多少明るく撮れる分には後で画像処理で下げられるので、これ元データも見せた方がいいな。実際のパソコンの画面を見せてます。これ Photoshop Lightroom っていう画像処理ソフトで今開いてるんですけども、これが元画像です。画像処理前の画像ですね。で、右上にある、ヒストグラムに注目いただきたいんですが、真ん中ぐらいまで来てますよね。で、この、ま、ヒストグラムで、だいたい星の写真撮るときって真ん中より左側に来るといいですよっていうね。はい、ここですね、これを見てくださいね。ヒストグラムっていうのは右に行けば行くほど、明るくなるんで、左に行けば行くほど暗くなるっていう感じですね。で、縦軸が、それぞれの明るさの情報量を示しているっていう感じですかね。まあ、左にべったりついちゃえばこれ黒つぶれ、左にべったりついちゃうと白飛びっていうことになるんですけど、成形写真を撮る時の適正露出ってこの真ん中よりちょっと左ぐらい、この辺にこういう大きな山が来ると適正露出ですよっていうふうに言われるんですよ。まあ、この写真で説明するとこの左側にべったりついてるのこの地面の部分ですよね。あのこの木のシルエットなのかな、この部分で、この、真ん中の、ちょっと真ん中よりちょっと左にこうできてる山の部分っていうのは基本的に空の部分です。まあ、その天の川とか星空を適正露出で撮ろうとするとこういうふうに空の部分の明るさが真ん中よりちょっと左になりますよっていう話なんですけど、実際もともとでも私こういうふうに撮ってます。ちょっとオーバー目ぐらいにですね、もうこれ画像処理前提で撮ってるんですけど、要はですねこの部分をちょっとここから離したかった方がいいですよ。こっちに話した、要するに黒つぶれエリアをちょっとでもなくしたかったんですね。なぜかというと後でこの風景の部分をちょっと画像処理で明るくしたかったからなんですよ。で、完全に黒つぶれしている、まあ、例えばこういう状態からこういうふうに寄っていくともうねノイズがすごいんですよね。こうザラザラって星空の写真ってもともとノイズが多いですから、あっと、もともとちょっと明るめに撮っておいてシャドウをちょびっと上げて、で、星空の上の部分はこうハイライト落とすだとか、まあ、この辺はいろいろやり方あると思うんですけど、こう段階フィルターでねこう上半分だけ囲って、この露出を下げるとか、そうするとほら
ちょっと真ん中よりちょっと左になったでしょ。まあ、こういうふうに画像処理を調整するんですよ。でまあちょびっとこう明瞭度上げてみたり、あとちょっと星をシャープにしたいなと思ったらテクスチャっていうのをちょっと上げたりして、あとまあもっと手前の風景出したいなと思ったら霞の除去っていうのがあるんですけど、これをまあ、こういうふうに下半分にかけて霞の除去を下げたりします。まあ、そんないろいろなテクニックがあるんですけども、まあ、サイドはねあんまりこう上げすぎるとこうなんていうか汚くなるじゃないですか。空は妙に青くなるし雲は黄色くなるしってことで、あんまり私はサイドをいじらないですね。まあ、ちょびっと気持ち上げるぐらいですか、自然のサイドで。こっちのサイドは天体写真ではこっち使うんですけど、こっちの方はまあ強烈にかかるんですけどね、こっちは基本的に使いません。シャープは切ります。まあ、なぜかというとシャープが入ると星がシャープになるのに加えてノイズもこうシャープになっちゃうんですよね。だからこのシャープは基本的に、まあ、私は切ってます。まあ、そうすると星もシャープじゃないんじゃないかって話ですけど、それは元々のレンズの性能がやっぱりシャープかどうかっていうところが関わってくるんですよね。なのでまあノイズを出さないために、ノイズをシャープにしないためにシャープを切ると。でノイズ低減っていうところですね。でここはこれはですね、上げるとやっぱりノイズが減るんですけど、ノイズが減るプラス、まあ、この辺がちょっとこうやってねぼやぼやしたりとか、この辺の天の川の濃淡もなんかぼやぼやしたりとかするんで、かけすぎ厳禁なんですね。でだいたい自分は20から30ぐらいかな。もうこれ気分で結構適当にやってます。まあ、こんなもんでいいやみたいな感じで、でカラーノイズはちょっと多めにするっていう、まあこれこれですね、今カラーノイズをゼロにしたらこの辺に赤いのが出ましたけど、カラーノイズを上げるとノイズ点検のカラーを上げるとこれが消えると、ちょっと多めにかけるようなイメージですかね。であといじるのは周辺光量補正ですね。この周辺光量をこう、要はこの四隅が暗く映ると、でこの周辺光量補正をここ上げると四隅が明るくなって、この中心点っていうのを下げたり上げたりするとそのここの範囲ですねが、まあ、どのぐらいでいくのかな、このどのぐらいで、範囲を狭められたり広げたりできるのかっていう感じがこの2つのパラメーターなんですけど、このレンズね すごいと思ったのは周辺光量すごく豊富です。すごく豊富、周辺光量補正基本いらないかもしれないですね。なんでなんだろうな、こんなちっちゃいのにね、こんなレンズもちっちゃいのになんでこんなに周辺光量が豊富なんだろうってのは本当不思議ですね。ソニーさんってねここのセンサーが最初から四隅に隠れてるんですよ。なので周辺減光しやすいイメージなんですよね。まあ、このレンズはねそれがないんですよね。いやまあ大したもんだなと、まあ、ちょっとこういう解説をしていると時間が足りなくなっちゃうので、先に進みます。まあとりあえず今私がいじってるパラメーターってこんな感じです。はい、まあこういうのを駆使して、撮影したのが、まあ、先ほどの画像ということですね。まあ、ちょっと色とかもホワイトバランスも変えてますけど、さっきホワイトバランスいじりませんでしたね。まあ、という感じで、仕上げてますが、やっぱね周辺減光がないっていうのは非常にいいですよね。だから私多分星撮ってる人ってもっと星空のコントラストをここ強めて、暗いところと明るいところをはっきりさせたりすると思うんですけど、私は割と手前の風景出したいっていうのもあってですね、あんまりコントラスト強くしないんですよね。まあ、この辺はもう好みですよ、その人のスタイルなので、いい悪いじゃないですよね。はい、じゃあちょっと別の写真に行きましょうか。タムロンマグで出してない写真をお見せします。まずこの写真、これすごい不思議だと思うんですけど、これはですね、実はこっから下に対してカニさんの、ハーフ ND フィルターを使っています。後ろにあるのが荒船山ですね。ここ昼間に訪れた時に荒船山の後ろにこういう天の川が来るなっていうのは分かってたんですよ。ただこれすぐ横が道路だから車通るだろうなって思ったんですよね。じゃあせっかくだからそれも入れちゃえと思って
もうこの写真はこれを撮るためだけに行った感じです。もうイメージ通りバッチリ行きましたね。斜めにかけてますね。斜めに、右下半分に ND フィルターをかけています。このライトは途中で、通ったトラックです。やっぱりまあこのトラックのこの軌跡がですね、綺麗に出るか出ないかっていうのを何枚も撮り直しているんですけども、露出はもう星空の露出に合わせて上と下の構図の明るさがこう均一化されるというか、これができるのは開放 F 値で角型フィルターを使っても周辺が蹴られないっていうカニフィルターの特徴になりますよね。まあ、これも17-28の 2.8 で撮ったレンズですけども、まあ、これもねちゃんとね、真ん中から端に行くにしたかって大げさに製造が崩れてないでしょ。じゃあ高いレンズとどこが違うのって話なんですけど、厳しい目で見ればこの 17-28の 2.8 はちょっとだけ製造が甘いです。正直、まあ、これでも十分ですよね。私もこれ、まあ、今後使いたいなって思います。まあ、これ田村さんからお借りしてるんですけど、まあ、これちょっと一本持っときたいなと思います。これとあとこの上にもう一本あるじゃないですか、 28-70の 2.8、成形写真と動画撮影とその2つの用途で、そのレンズ2本欲しいなって思いますよね、本当ね。というかまあ10万円でよくここまで撮れるレンズ作ったなっていうのは感心しちゃいますよね。で次の、ここからはですね、昼間の写真の作例をお見せしたいと思います。いやまずこの写真からいきましょうか。はい、これはアジサイと、そこから雲海が見えるスポットで撮影をしたんですけどね、まあ、こういう風景がある中で自分が、まあ、このレンズで撮りたかった構図っていうのが、はい、こういう写真です。このレンズの特徴でもある最短撮影距離、最短撮影距離ですね、一番寄れる距離が19センチなんですよ。めちゃめちゃ鼻に寄ってるんですね。これ撮影風景の写真見せるとこういう感じで撮ってます。この時はまるみさんと HR-NY さんのフィルターシステムを使ったんですけど、これめちゃめちゃ近くまで寄ってますよね。まあ、この絵だけ近くに寄って撮影ができるっていうのが特徴です。 F22 まで絞ってます。これなんで F22 まで絞ってるかというと、いやパンフォーカスにしたかったんですよ。明るい F 値に設定していると、この手前のねアジサイにピント合わせた時に背景がボケボケになるじゃないですか。でもなるべく奥まで、パンフォーカスにピントを合わせて撮りたかったんですよね。デジタルカメラって絞り込みすぎるとその解説現象っていうのが起きて、逆にその描写が甘々になってね、画質が落ちるんじゃないかっていう意見があります。でこれも実際解説出てます。なんですけど解説現象が出てもパンフォーカスで撮りたかったんです。そこはもうトレードオフですよね。解説現象出ない方がもちろんいいんですけど、解説現象が出てもパンフォーカスで撮りたかったので F22 で撮影します。雲海と、手前のこのアジサイと、まあ、F22 まで絞り込んでる分あんまりその背景がボケてる感じがしないでしょ。まあ、こういう撮り方をしてるんですね。まあ、解説って言ってもこう拡大するとね、まあ、それなりにもうシャープに撮れてるんで、まあ、十分だろうと思うんですけどね。でこれは、そのまるみさんの角型フィルターを使って、上半分にその、グラデーションフィルターですね、 ND フィルターをつけて撮影をしてます。いい時代になったよね、こういうレンズが。自分が星を始めた時にこういうレンズ欲しかったな、ほんと。はい、というわけでタムロンさんの 17-28の 2.8 についてお話ししました。大幅な小型軽量化を図っているにもかかわらず昼夜を問わず、使えるレンズということで撮影の幅が広がるレンズだなと思いました。ソニーの α を使って、超広角レンズが欲しい、星の撮影がしたいという方には私真っ先にこれおすすめしたいと思います。他のレンズと比べてまだだいぶお値段もお財布に優しいですから。今日の動画はここまでになります。今日話してないことがタムロンマグリも書いてますんで、概要欄に貼っておきます。タムロンさんの記事もぜひ読んでください。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね。ありがとうございます。こういろいろ機材のレビューあれこれしてほしいっていう意見コメントとか
直接言われたりとかしてるんですけど、なかなかね手が追いつかなくて申し訳ないですね。はい、まあ、これからちょっとずつやっていきますから、気長にお待ちください。はい、